皆さんこんにちは、ゆうこです。視聴者様から私が使っている品を、紹介してほしいという声をたびたびいただきましたので、本日は私が愛用している品をご紹介します。ぜひご覧ください。1つ目は、ロンネフェルトの紅茶です。こちらのハーブティーはですね、とても品質が良くてドイツのものなんですけれども、価格も割とお手頃なんですよね。で、私は冬の間寒いので、軽井沢は、ジンジャー&レモンという味を愛用しています。こういうふうに、こんなふうにね、長くなっているので、マグカップでもこう、この持ち手をね、しっかり固定してお湯を入れることができます。ジンジャーとレモンの味がとてもしっかりしていて、でジンジャーの効果でね、こう体がポカポカしてくるという、とても冬におすすめ、冷えを感じた時におすすめの飲み物です。私はマリアージュフレールの紅茶も好きなんですけれども、こちらのロンネフェルトは比較的リーズナブルで、かつ高品質なので、こちらが私のファーストチョイスです。それでは2つ目です。こちらの、サンペレグリーノです。私炭酸水は、結構飲むんですけれども、実際はこういうレモンとかライムとか柑橘系を入れていただきます。では早速いただきたいと思います。やっぱ柑橘を入れると飲みやすくなるのと、これ水自体がね、私はなぜこの炭酸水いろいろある中でサンペレグリーノが好きかというと、水自体がまず美味しいということが一つ、それから炭酸がね、強すぎなくてちょうどいいということがあるので、こちら愛用しています。まあ、例えばヨガの終わりだとか、何かこう食事ができないんだけれども、少しお腹を膨らませたいという時に炭酸水とても重宝しているのでおすすめです。3つ目がですね、こちらのモアリップですね。リップクリームっていろいろな種類あるんですけれども、こちらが最強だっていうことに最近気がつきまして、ご紹介します。こちらはですね、資生堂なんですけれども、実はこれ第3類医薬品で、しっかりとね、医薬品なので、効果が期待できるっていうのがあります。乾燥する、唇が乾燥しやすいですとか、そういう方は、どうしてもそのリップクリームって香りとか、色がついたりとか、そういう面で選びがちなんですけれども、ここはね、機能をあえて狙っていくというのが最適解なのではないかということで、最近、気がつきまして、で、機能、最上機能のこの医薬品レベルのリップクリーム、ひび割れとかね、唇がもう実際荒れてるっていう方にもおすすめですし、皮がむけやすいっていう方にも非常に効果があるのでおすすめです。続いてはね、こちらのスックという、ブランドの口紅になります。口紅って本当に、国内、それから海外のブランドも含めていろんなメーカーありますけれども、で、このデザイン、リップケースのデザインですとか色とか、いろいろな観点から、選択肢があるかと思うんですけれども、私はこちらはですね、まず潤うということですね、モイスチャーリッチリップスティックっていう名前なんですけれども、その名にたがわないぐらい潤いがあるということ、それから色がいろんな種類があるんですよね。日本人の肌に合いやすい、いろいろなカラーバリエーションがあるのでおすすめです。それからですね、もう一点、唇の立体感がね、結構埋まりやすいというか、キラキラ、ラメというか金属みたいなのが結構入っているので、唇がぷっくりしてこうキラキラ感がある、そういう口紅になってます。今ちなみに塗っております。はい、それから次は入浴剤です。お風呂の時間はもう本当にリフレッシュタイムなんですけれども、疲れが取りやすくなるように機能を求めたいところですね。一つ目がですね、こちらの湯の花です。ちょっと箱がないんですけれども、こちら温泉の湯の花をそのまま、出してきているこのパックを入れると、そのまま温泉がお家で楽しめるということです。これはお気に入りポイントはですね、浴槽が汚れにくいので、掃除がしやすくなるということがあります。それから疲れが取りやすいという湯の花なので、効果が期待できるということですね。それからあともう一つですね、ドイツのクナイプという、メーカーのバスソルトになります。はい、こちらですね、こちらは白檀、サンダルウッドという香りで、非常に癒し効果があってです
ですね。私この白檀の香りがとても好きなので気に入っております。まあ、バスソルトなので温まりやすいですし、あと香りで癒されるっていうので、先ほどの湯の花とはちょっと気分で使い分けています。続いてはお風呂に上がったらすることということなんですけれども、目元のケアをします。こちらです。こんな風になってますけれども、パナソニックさんの、目元ケアですね。でこちらは2つまあ目的があって、1つはまあシワ予防ですとか目の疲れを取るっていうこと、それから2つ目がアロマを楽しむっていうことですね。でこのアロマタブレットみたいなのがあるんですよ、こちら。でこれはティートリーですけれども、いろんな種類があって、私のおすすめはイランイランです。でこちらを、刺してですね、実際にスタートすると香りを楽しみながら目元のケアもできるという品になってます。はい、こちらはですね、ダイソンの空気清浄機スラッシュ扇風機になります。私花粉症なので、花粉の多い季節はですね、こちらをかけています。こちら何がいいかと言いますとですね、まあ、音が静かということが言って、それから扇風機と兼用ができるということ、あと、ま、持ち運びがね、まあ、こんな感じでしやすいので、いろんなシーンで使えるということで気に入っています。実はこちらポータブル電源と組み合わせるとどこでも持っていくことができるのでおすすめです。ということで本日いろいろご紹介しましたけれども、詳しくは概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらご覧ください。そして今回ご紹介したお品はどれも1年以上愛用しているもので、私が強くおすすめしたいと思っているお品でございました。1年以上経ってますので、もしかしたら品物によっては機種が古くなっている可能性もあるので、最新のものご興味ある方はそちらもチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価をお願いいたします。それからチャンネル登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。